お腹いっぱいすぎる。これが欲しくてね、今流行りの、そう、水着みたいなチアをね、7月17日に着るんです。皆さん来てくれますよね。フェイラムネの付録、今これ可愛いでしょ。水着みたいなツヤです。ほぼ。サイン会？サイン会は私服ですよ。サイン会は私服。コスプレは見せません。まあ、サインもね、来てください。大歓迎です。ショールームでやりますんで、サイン。一応チアなんですけど、もうなんか露出度とか見たらもう水着です。夏の自分を痩せていると信じて。6月11のサイン会をしました。やったー。サイン会はショールームでやりますんで、お顔を見せる方が恥ずかしいって方とか、喋るのが恥ずかしいって方とか、お仕事で参加できないって方はサイン会を取るとね、ショールームでやるし、お家に届くので見なくても。待ってます。こちらに行っててもうっかり忘れてもサインは届きます。そう、参加しなくてもね。何にサインするの？オリジナル生写真です。その日限定の生写真にサインして送る。宛名と一言とサイン。そう、なんと1枚1000ちょい、ちょいです。1000円ちょいです。ぜひぜひショールームでやるので。サインは最大何枚？最大わかんないけど、でも日によって生写真が違ったりするから、違う日を買うとか、違う曜日のを買うとかがいいかも。まあ10枚とかは買えますけど、同じ絵柄なので違う日のやつを買えば絵柄が変わったりします。サインの最大ないんだ。へえ。10かと思ってた。こんばんは。売り切れるまで何枚もってことでね。100いっちゃいます。あれ何枚あるんだろうね。こんばんは、こんばんは。どの日のサインなのか覚えさせたいですか？そりゃシークレットとかだけど、結構先なんだよね、シークレット。7月17日。まあでもサイン会に積むんだったらお話し会に来てはどうですか？サイン会のおすすめはでも一番近いやつ、すぐがよかったら一番近い曜日のがおすすめですね。一応シークレットっていうね、あるんですけど、7月だから近い日程がいいと思いますね。
となるといつでしょう。これリンクね貼ってるんですけど概要欄に。ちなみに生写真は感謝枠の申し込みってところからです。感謝枠受付ってボタンを押して、はい理解しましたね、チェックを入れて、一番近い私のサインは4月16です。4月16ですかね。だったらすぐだからさ、すぐ手に入る。シークレットは7月だから4月の16が一番近いです。私のリンクからこのキャラアニさん開いてもらって、感謝枠はこちらっていう真ん中のボタンから、あれで一番下までスクロールして理解しました。でここは日付を選べるので4月16にして表示するって押したら出てきます。1ヶ月先ね、あっという間よ。なんかもうだって3月終わるじゃん、ほぼ早い。ポチりました、ありがとうございます。すぐよ4月16なんて、もう1ヶ月切ってるし。3月が終わりかけですからね。え、もう3月19ってもうほぼ終わりじゃない？ 1 ヶ月。私はもう19、20ぐらいになってきたら今月も終わりだなって思い始める。嘘、19はもう終わりで、あ、下旬だって思う。巻き巻きツインテの写真ある？わかんないな、公園の写真とかで。どうなんだろう、私もどの日がどの写真かは分かんないんですけど。ね、4月早いよ、誕生日だもうすぐ。4月お話し会が多いね。4月めっちゃ多かったよね。4月、誕生日が終わったらお正月、いやクリスマスよ先。誕生日が終わったら結構長いんよね、クリスマスまで半年あるけんさ。半年ないか、7、8、9、10、11、12あるか、半年あるから長いんですけど。私はクリスマスとお正月のあの辺が好きなので、一番一年でね、一年で一番あの辺が好きなので、12から1の。楽しみですね、また12月来ることが。こんばんは。幼稚園コスモあるある。寒いのは得意です、暑いのは苦手かな、どちらかというと。でもね、真夏のフェスとかも楽しいですけどね、超暑い中の。なんかあるかな、また今年。なんか何があるか分かんないから楽しいね。
今年何があるかなって思いもしないこともあるかもしれないじゃん。何があるか分かんないからね。昨日は暑かったですか？いや、昨日は寒かったです。半袖。こんばんは、こんばんは。ね、夏に何があるか分かんないからさ、面白いよね。何があるか分かんないかな。似合う、ありがとうございます。ね、昨日は風が強かったイメージですよ。夏のツアーでも、夏のツアーどうだろうね。3期生いるからね。2期生ツアーみたいなのもやるんかな、3期生が。まだ早いか。昨日の夜？夜は分かんないや。家にいたら寒いかは分かんない。でも暖房つけてないです昨日とか。こんばんは、こんばんは、こんばんは。夜の宇和島寒かった。そうなんだ。広島はね、そんな寒くなかった気する。私が暖房つけなくても普通に入れたから。先輩だったら相談乗ってくれそう？そう？どんな感じなんだろう。すぐ入ってくるのって、すぐは入ってこないんじゃない？わかんないけど。でも夏にはいるでしょ。今夏の話をしてるんだけど、夏のツアーのその頃には絶対いるからさね。私的には2期生4周年が楽しみなんだよね。2期生でのコンサート楽しい。でもあれは12月ぐらいだよね、確か。11月やったかな。まだまだ先だね。だから2期生周年コンサート楽しくないね。多分11月ぐらいだ。だ。ツアーって例年はどこで行うの？でもツアーね、毎年あるわけじゃないんですよね。去年はなかったかな。あったんかな。PR 舞台の方が。何人でやるんだろうねって2期生4周年のこと言ってますか？もうさすがに。だって11月でしょ。ゆうぴょんさん、かわいいギフトありがとうございます。お餅。こんばんは。もうさすがにさ、11月までには減らんでしょとか言うてね。今がね、時期的に3月4月は分かるけどさ、ハート。幕張のライブは水曜日まで。ありがとうございます、業務連絡。
リアルお話会の次の日のミニライブ幕張水曜まで、です。ミニライブ。シングルのカップリングとかもいけるんじゃないって知らんけど、ミニライブってそういうやつなんじゃないかな。でします。眠いね。何時までしようかな配信。あ、グループ話し会もあるね。そうだそうだ。ぜひ幕張来週ね。すごい、まだ申し込めるんだ。ミニライブ1週間前、意外と。そう、鍋焼きももちゃんです。もも鍋焼き、桃雪。眠すぎて目が閉じるよ。目が閉じるよ。着くのはお昼ぐらいになりそう。買えるんじゃない？どうなんだろうね。分からんけど、お昼ならまだ買えるんじゃない？夕方とかじゃないなら。眠い眠いですよ。私はメールでも送ってる時点で眠いですから。早めに寝ましょう。もう遅いけどねっていう私の返し。もう遅いけどね。買っておきましょうかって20枚って言われてるよ。買っておきましょうかはいいけど、20枚、もう遅いけどねって。あー、髪の毛ほどく時が来たか。じゃあ50分に終わります。50分に壇上呼んで終わります。あ、デジャビューだ。そう、23時早く寝ようねっていう時間にしては遅いじゃん。8時ぐらいにさ、今日早く寝ようねって分かるけどさ、23時前に今日早く寝ようねっていうのは。ほどく髪がある喜びをかみしめて。そうだよね、髪があってよかったと思いながら。早く寝ようと思います。おやすみ。じゃあ10時50分に寝よう。遅くなりすぎない程度に寝ましょうね。でもなんかそれやだな。好きな時間に寝ようねって言ってください。寝る準備できてないの？え、そんな終わってすぐ寝れるのって。みんなの話ですよ。みんなは10時50分に寝るんです。
私はこれからお風呂入るので。でみんなはさ、お風呂入りながらとか見れるじゃん、ゴロゴロしながらさ、寝る寸前で見れるじゃん、今寝てる、ゴロゴロしながら見れるからさ、配信終わった瞬間に寝たないんです。いいね、こたつ。そう、お布団にいるでしょ、だからゴロゴロして配信終わったら寝るっていうのが一番いい。シャンプーさせてくださいって。お風呂遅いんだね。寝たら報告するねって。どうやって？寝ました。花粉症の薬飲んだらすぐ寝れる。マジ？薬って眠くなったりするっていうね。薬飲まない派なんだよね。めっちゃ花粉症なのにさ、花粉症の薬飲んだことないっていう。こんばんは。バスの中？へえ。夜行バスじゃなく、起きたら報告しますね。起きたら私のおはようツイートにおはようと、ね、こんばんは。花粉症ね、薬飲んでないんですよ。飲み始めたら薬に頼りそうだから、飲み薬もう飲まないを突き通します。あ、リム空港。そう、おはようツイートの正解はおはようですよ。おはよう、あれは挨拶を交わすツイートなんで、好きとかじゃないですよ。正解おはようですよ。私が何か問いかけてたら答えてください。まあ基本おはようですよ。クッキーにゆきりかって書いてあったら、あ、ゆきりかってクッキーに書かれてるねって送るのが正解です。え、そのクッキー名前入ってるねっていうのが正解です。好きとかじゃないです。おはようです。こんばんは。こんばんは。あ、おはようだけじゃなくてもいいですよ。とりあえずおはようは絶対です。いや、いやいや、好きだけは違います。まずおはようです。おはよう、好きです。それをやるなら、そうそう、おはようがないのはダメです。私がおはようって言ってるんです。おはようって、タイムツイートした瞬間に内容を見ずに好きって送ってくるんじゃなくて、秒で。こんばんは。アーカイブで見ます。ありがとうございます。送った瞬間にね、リプくる、もう本当に秒で見てるってぐらいのリ、あの秒、ツイートした瞬間に、ね、ま
まあ何でもいいですよ、何でもいいんで、あーでもいいでもうーでもええんで、何でも送ってください。ツイッターはあーでもいいでもうーでもええでもええんで、オーファーちょっとね、待ってまーす。てなことでね、そろそろ終わりますかね。終わろうと思う。レモンサワー飲んで寝ます。おやすみなさい。レモンサワー飲むの？ということで壇上を読みます。10位メルシーさん、12位ミニマロンさん、11位タックンさん、10位ロボリンさん、9位ユーピョンさん、8位ルイさん、7位ダイダイさん、6位ジャクソンさん、5位アキアンさん、4位理化学研究所さん、3位ヤスルパンさん、2位キチネさん、1位ミヒヤさん、ありがとうございました。タワーありがとうございました。ミキヤ君、おやすみの投げほっぺをお願いしますって、なんだそりゃ。おやすみなさーい。誕生日ふらけしました？4月号？おやー、めっちゃ眠いけど絶対お風呂入ったら目覚めるやつこれ。私熱いお湯に入るのが好きなんですよね。でも熱いお湯に入ったら目覚めるんですよね、めちゃくちゃ。ってことでおやすみなさーい。あ、フラゲ愛媛やけんか。はい、おやすみおやすみ、早く寝ようね。おやすみ。はい、お仕事頑張って。おやー、そう42度とか43度とか。